九古書院は、かつて中国の古典や学術図書の輸入をしていた、大安の活動を引き継いだ、日本有数の学術出版社である。昭和44年創業。主に書子学、中国学、日本古典文学、国語学の学術研究所の出版、販売を手掛け、近年は、儒教、道教、仏教学、私学といった分野の研究所も刊行している。 旧古書院の発足に大きく関わった長沢菊屋は古典籍の永員目録学、書士学の方面で多くの優れた著作を残した。その著、図書学辞典は現在でも書士学を専攻する学生はもちろん図書館職員や司書にとって必携の書となっている。また、旧古書院の社名及び商標は書家、金石学者の西川康史による書である。 書子学の論文を掲載する古典研究会編9個は年2回発行され9個書院の刊行物の紹介も付録している中国からの学術図書輸入の出版社としては他に見聞位出版がある1969年7月長沢菊屋編東話事書類集第1集を刊行また9月より11月にかけて書子学 全10巻を観光。1970年6月より、長沢菊屋編、海大、和国本聖市全30巻の観光が始まる。1972年8月より、長沢菊屋海大、和国本館石随筆集の観光が始まる。1973年11月より、長沢菊屋海大、足利学校秘石総館の観光を開始。 1975年12月より、長沢菊谷、西川康史編、和国本書画修正全12巻の刊行を開始。1976年10月より、長沢菊谷編、和国本館史修正全10巻の刊行が始まる。1979年より刊行が始まった。看護文典総書は漢学のみならず、国語学士にも大いに貢献した。 1987年に出版した、角筆文献の国語学的研究や、角筆文献研究道論の著作で知られる、小林香るきの角筆文献研究は、1991年に、日本学士印象と、恩師賞を同時受賞し、2019年には、文化功労者として検証された。現在、小林薫著作集、第1巻鎌倉時代語研究の刊行が、 始まっている。2001年より、約15年を費やし、渡辺義博編、前約後勘定を刊行。2006年、1993年に、恩師賞、日本学士印賞を受賞した、田中一世の中国地方議局研究、元名南儀の東南沿海地区への電波を刊行。山根幸雄著。 古典研究会少市古典研究会書士郵便番号101-0065東京都千代田区西館田2丁目4番3号高岡ビル4階ありがとうございます